はい、山口敏太郎のアトラスラジオの時間がやってまいりました。皆さんお元気にしてるでしょうか。さまざまな情報をいただいております。TOKUSHIMA5566、アットマーク Yahoo!CO.JP の徳島5566の方まで、いろんな情報をいただいてまして、割と興味深い情報が集まっております。大変皆様の情報提供に感謝しておる最中です。はい。で、あとコメントもいろいろいただいてます。高評価非常に嬉しいんですけども、中にはですね、割とまだ学生さんなんでしょうか、勘違いしてる人がいましてですね、アトラスラジオは直木マンのパクリだというふうに、穴抜きをですね、直木マン君の、YouTube で知ったんでしょうね。直木マンのパクリをやるなというような感じで、僕のとムラさんが喋ってるところに、コメントを出した人がいて、ちょっと大変悲しかったですよね。多分直木マン君が子供の頃から、僕らはそういう活動をやっていて、僕もプロデビューして25年目に入ってますので、ちょっと勘違いも甚だしいなと。で、アヌンナキってのは別に直木マン君のオリジナルではなくて、もうそれは昔から世界的に言われてることだし、少なくともメディアでは先にいじったのは直木マン君より僕らが先なので、残念だなというふうに思っております。若いファンが増えてくると、こういう誤解も生じるんだなと思って、悲しい思いをしましたけど、大部分は皆さん分かってくれる中高年のファンが多いので、ありがたいかなと思っております。ほんで、相変わらず妖怪の話というのがですね、妖怪っていうのはですね、あんまりいじる人いないんですね。怪談は誰でもいじれるんですけど、妖怪ってかなりマニアックで特別な知識がないといじれないので、水木音体が亡くなって、水木先生が亡くなってから、妖怪は、山口敏太郎が背負っていくのかみたいな感じになってますけど、当然そんなのは全然背負いきれないんですが、意外と現代人も妖怪を見ていてですね、先日は奈良の、お茶をやってる辻さんというお茶の先生がですね、白坊主と化け猫の話をしてくれましたね。あと東北の方がですね、これは赤なめを仕事中に見たというかなりリアルな話をしてくれたりですね、名古屋で八尺様に、土下座をした方が出ていただいたりですね、会津でくねくねを見た人が出てきたり、徳島で犬神に憑かれたおばあちゃんの話をしてくれたりですね、あとだいだらぼっちに、奥さん、今の奥さん、当時は彼女だった方と一緒に遭遇してしまった人の話が出たりですね、非常に妖怪談がかなり集まっています。で、幽霊はいるけど妖怪はいないよねっていう見方っていうのは僕は間違えてると思ってまして、妖怪談を積極的に収集しております。で、幽霊と間違えて処理されてる気の毒な妖怪が随分いるんではないのかなと思っておりまして、妖怪復興運動っていうのは山口敏太郎のやるべき仕事の一つかなと思っております。で、柳田邦男先生がやってらっしゃった作業みたいな感じで、インターネット YouTube 版妖怪談義ということで、わけのわからん幽霊じゃないようなものを見てしまった人の話を聞いて回ってます。で、今日はですね、大阪の方に電話がつながってまして、大阪で得体の知れないものを見たという情報が入ってきております。大阪の麦さん、はい、こんにちどうもは。よろしくお願いいたしまはい。す。割とアトラスラジオは最近聞き始めたんですか？そうですね、3ヶ月ぐらい前からですね。なるほど。じゃあ、いろいろ、何の回が面白かったですかね？
地獄のお話ですとか、ジャネットさんが地獄に行った話。はい。あと妖怪のお話がやっぱり、あ、やっぱりあれはい、インパ興味あクりトますあね。りますからね。はい。で、麦さんはもともと霊感強いんですか？そうなんです。7歳の時に初めて見まして、それ以来、一人目の子供を出産するまではすごく見てたんですけど、それは幽霊を主に見てたんですか？はい、幽霊です。でも子供生まれてからはあんまり見なくなったんですか？そうなんです。急に見えなくなって。たまにそういうことをおっしゃる女性の方いらっしゃいますよ。ああ、そうなんですかね。なんかね、その霊的なものを見てたエネルギーをこの子育ての方に向けちゃうから、でもう子育てに夢中になっちゃうから、その霊的なものは遮断するとかいう話を聞いたことがあるんですよ。あ、はい。でもう子供たちが、ね、こう大学生とか社会人になったりして、ね、巣立っていくとまた見るらしいですけどね。ああ、なんか、そうなのかもしれません。幽霊を見るというよりは、ちょっと勘が強くなって、なんかまあ変な体験をしたりとかするようになりました。じゃあ不思議体験の質が変わったって感じですか？あ、なんかそういう感じです。ああ、面白いですね。それで、なんか、得体の知れないものを見たっていうのはいつ頃の話ですか？もうちょっと結構前なんですけど、7年ぐらい前だと思うんですけど、7年前ということは、平成でいうと22、3年ぐらいのことですか？そうですかね。はい。それ季節はいつです季か？節は春先、4月とか、それぐらいだったと思うんですけど、何をやってらっしゃった時に見たんですか？今の大阪の北摂に住んでるんですが、隣に、兵庫県との、まあ、こう、り、つ、えーと、県境ですかね。そう県境があって、その兵庫県側の方まで、ちょっとパートで行ってたんですね。で、毎日通勤してたんですけど、自転車で。で、その通勤、途中ですね。帰りに見たものが、ちょっと何かわからなくって、で、ずっと考えてたんですけど、買い物に行った時に見た。通勤ですね。通勤の時見はた。い。に見た、おじいさん、一見おじいさんだったんですけど、通勤ってことは比較的時間は早いですよね。帰り道だったので、す帰宅ぐ。途中ですから、夕方の日の入り前でしたね。まだ明るかったんですけど。でも全然昼間、夜っていうか昼間じゃないですか。そうですね。4時、夜5で時、はないです。4時、5時ぐらいの感じですか？6時前ぐらいですね。5時半で仕事が終わって、そっから帰るので、だいたい6時前だと思います。じゃあもうかなり明るくて普通に明確に見えるもんですよね。そうですね。春でしたんで、結構明るかったです。で、場所で言うたらどの辺りなんですかですね、そね。の県境に、小さい川が流れてまして、橋がかかってるんですね。ちっちゃい橋です、なんですけど、車通りは結構その夕方の時間帯は多いんです。多い、はい。で、その橋を、まあ、大阪側に渡って、で、その橋のたもとで、その車の列があったんで、それが途切れるのを待ってたんです、自転車乗って。はい。で、向こう側にその渡ろうと思って、で、毎日そうなんでね、混んでるんで、待ち時間があるんですけど、で、友達と2人で自転車で連れ立ってたんです。パート仲間ですね。で、何気なく、その左側を見たら、橋の蓮向かいになるんですけど、そこにそのおじいさんみたいな人が立ってたんですけどね。身長で言うたらどれぐらいの大きさですかね？子供みたいな、140センチから150センチぐらいの、かなり小柄なおじいさんですはい、ね。小さい人だったんです。着物ですか？洋服ですか？洋服で、で、上に、ブカブカの、紺色の MA1 みたいな、
ジャンバーを着てて、ああ、ズボンはどんな感じなんですか？で、ズボンもあのシャカシャカっとしたの、うん、短パンみたいな、ユニクロみたいな感じなんです、上下。なんかおじいさんにしてはちょっとこじゃれた感じですよね。そうなんですね、なんか、うん、まあでもそういうおじいさんいますよね、なんか、ああ、気が悪い。ちょっとウォーキングしてるみたいな感じで。ああ、ちょっと元気なおじいちゃんかな、みたいな。はい。で、ちょっとすごい真冬の感じだったんで、ちょっとその日は割とあったかかった覚えがあるんですけど、それで、なんか、あのちょっと季節感がないなって思って見てたんです。はい。で見てたら、うん、あの なんかおかしいなこの人と思って、でまあちょっと10メートル15メートルぐらい離れてたんで、なんかよく見ないとわからなかったんですけど顔がおかしいんですね、はい、顔がおかしい。具体的にどんな感じなんですか、はい、顔がね、うん、頭がすごく大きくて どれぐらい普通の人の倍ぐらい。明らかに大きいですね。はい、あるんです。明らかに大きくて、うんうん、で、おでこのところからこうボコッと出てる、出っ張ってるような感じで。おでこのとか出っ張ってる。はい、なんて言ったらいいんですかね。あのおでこが出っ張ってる。でこっぱちみたいになってる。そうです。でこっぱちがひどい状態で、で髪の毛はほとんどなくって。あ、ツルツルなんですか。はい。ほう。で、あの、頭全体に、あの、血管が浮いてるんです。ボコボコっと。もう、ずいぶん離れてるけども、その血管が見えるぐらいもはっきり、もう。そうなんです。もう紫色で、メロンみたいに網目になってるんですよ。かなり気色悪いですね。すごい気持ち悪かったんです。それ。で、と思って、うん、で、またね、その顔が、あの、目がすっごく大きくて。目も大きいんですか。目がめちゃくちゃ大きいんです。拳台ぐらいあるんです。あ、でっかいですね、それかな。すごいでっかい目なんです。で、どういったんですかね、もうすっごい凝視してたんで、はっきり覚えてるんですけど、あの、まぶたが、上下についてまして、で、こう、それが上、上下で閉じるみたいな、まばたきしたときに。なんか、人間とは思えない感じですよね。そうなんです。まぶたが、ET みたいな、なんかあのジャガザハットみたいな目だったんですけど、下からも上からも、はい、閉じるような。でこう開いてる時はシワシワなんです。あ、そこはシワシワになってて、はい。で顔もシワっぽくておじいさんっていう感じなんですね、うん、でもあの鼻と口は、人間の子供みたいなちっちゃい鼻と口がついてるんです。目は大きいけど鼻と口はちっちゃいんですか。はい。でもあのいわゆるエイリアンとかによくあるようなあのこう、切り目が入ってるみたいな、穴が開いてるだけみたいな、あんなではなかったんです。ちゃんと鼻と口があって、はい、ありました。でなんかブツブツ言ってたとか、なんか音がしてたとか。いや、何にもおとなしくまっすぐ前見てたんです。はあ、その人は何をやってたんですかね。いや、歩いてたとしか言いようがないですけど、普通にだから車が通り過ぎるのを待って、でその車が途切れた時に、こっちに向かって渡ってきたんですね、道を。渡ってきた。ちょっと怖いですね、はい、距離詰められたら。そうなんです、近づいてきたんです。で、まあ、普通にさっさと歩いてるんですね。で、まっすぐ前見て、こっちには全然ちらっとも見ないんですよ。私はもう凝視してるんですけど。そうですね、関西の人、ちょっと変わった人おったら絶対凝視。ね、そうです。ちょっと悪いかなと思ったんですけど、もう目が離せなくて。東京の人はみんな見て見ぬふりするんですけど。いやー、ちょっと見てしまいますね。見てしまったと。はい。じゃあ、距離はだいぶ近い、至近距離まで来たんですか。そうなんです。でね、その車の列が途絶えたんで、友達が向こう側に渡っちゃったんです。で、自転車で。で、私は友達の後ろにいたんですけど。はい。おじいさんはそのままあの私の目の前を通り過ぎたんです。じゃあもう1メーターぐらいの距離まで。いや、もうだからもうバッチリ見ました。はあ、1メーター、2メーターぐらいですかね、自転車に乗ってたんで。そしたら、あの服は本当にもう仮物みたいにぶっかぶかで、で、あの黒いニット帽をね、そのでっかい頭にちょこんと乗せてるんです。なんか。隠すためにかなんかわからないんですけど、もうじゃあでかい頭の上にちょこっと乗っとる。そうなんです。もうかぶれなくって。もう指とか手とか見ました。あ、見ました。あの手はすごく子供みたいにちっちゃい手で、
あら。そう、足もちっちゃい足で、ちっちゃい安物スニーカーみたいなの履いてました。ひょっとしたら、なんかやっぱり人でないですよね。いや、もうどう見ても人じゃないなと思って、うん、その時はもう見入られてしまって、ずっとこう目で追ってたんですけど、私の前を通り過ぎて、右手にね、川沿いの遊歩道があるんですけど、はい、そっちの方にずっと歩いていったんです。おお。で、私も後を追おうかなと思ったんですけど、でも友達がね、その渡ったところで待ってくれてたんですよ。友達は、あのおじいちゃんちょっと変じゃないとか、はい、そんなこと言ってなかったんですか？あ、そうなんです。で、その友達のところにとりあえずその行ってね、急いで、でちょっと今の見たって、今の人見たって聞いたんですね。そしたら、見た、何あの気持ち悪いのって言ったんで、うん、友達も見てるんです。そしたら友達は気持ち悪いけど、ちょっととっとと渡ったみたいな感じなんですかね。そうなんですよ。それで、ほんまに見たんかなと思って、あのメロンみたいな頭見たって聞いたら、うんうん、もう何あれ血管って言いやるんで、うんうん、しっかり見てるんですよね。そのいや、これはそのまぶたの開閉の仕方がちょっとそうなんです、人類ではないですよね。ないですね。で、それでその友達はなんかちょっと天然っぽい感じの人で、割とそういうオカルトとかには全く興味がないので、それでスッと流されたんです。なんかね、気持ち悪かったねみたいな感じ割と深く考えない。私はもうええと思ったんですけど、あれ見てそれみたいなちょっとひょっとしたら血管じゃないかもしれないですよね。そうなんですかね。なんか模様なんですかね。私は、顔色もね、すごく悪くって、グレーみたいな。グレー色の顔をしてるんですか？はい、色だったんです。歩き方はぎこちないとかそういうのあるんですか？全然普通にスムーズに歩いてました。人間らしく。はあ、でも周りに他にも人おりましたよね。いないです。あ、2人だけなんですか？車しかいないです。はい。でも車に乗ってはる人も、あ、このおじいさん何やろうっていうふうに見てた人いるかもしれないですよね。いや、でもなんか車は普通にさーっと通り過ぎていったんで、気づいてないんですか？多分気づいたらちょっとスピード緩めたりね、すると思うんですけど。これ、なんとかば橋の名前は覚えてますか？倉橋っていう橋なんです。倉橋、はい。住所で言うたらこれ何市になるんでしたっけ？豊中市と尼崎市の間にかかってるちっちゃい橋なんですけど。ああ、そうですか。じゃあ旧稲川にかかってる橋です。橋ですか。ほんで、そこはよく通るんだけど、そういう謎のおじいさんとおったのはその回だけですか？そうなんです。いや、なんだろう。もうまた会えばなと思うんですけど、もう後つければよかったと思って後から思ったんですけど。なんか何をしてたのか気になりますよね。そうなんです。でね、その目がね、そのまぶたはそういう感じなんですけど、その瞳が、瞳が黒いんですけど、はい、ちゃんと白目もあって、うん、白目もあった、はい、だから大きい、とにかく、まあ、普通の目なんです。まぶたは変ですけど、だからいわゆるそのよくね、その話をするとエイリアンじゃないかって、 ET じゃないかって言われるんです、けど、あんな真っ黒な目じゃないんですね。なるほど。はい、引っかかるところが2箇所あって、はい、アメリカでね、はい、まあ都市伝説の一種なんですけど、メロンヘッドってやつがおるとかいう噂があるんですよ。はい、ね、それこそアンデスミロンメロンみたいな、はいはい、こうなんかし頭にシワがいっぱい入っとる化け物があるという、まあこれは単なるフォークロアなんで、まあほんまにある話ではないなと思って僕流してたんですけど、はい、なんかそれとちょっと雰囲気が似てると思ったのと、でまあこれ、まあ、現代の妖怪談やなと思って、ぬらりひょんちゃうかっていうふうに僕ね、最初のメールの段階で送りましたけど、はい、ぬらりひょんが現代によみがえってきて、うん、現代のファッションをした感じはどうですか？近いですか？なんかとにかく化けてるような感じがしたんです。なんていうかな、その服が、
あまりにもそのおじいさんにそぐわなくて、ええ、なんか洗濯物を盗んで着てるみたいな、ああもう無理やり着とるわ、そう無理やり着てる感じなぐらい大きかったんですね、ブカブカで。なるほど。でその子供が大人の男の人の服を着てるみたいな感じなんですけど、ええ、ああいやでもちょっとね、そのひょっとしたら豊中の人もたくさんこの番組聞いてますので、はい、なんかそういう謎のおじいさんを見たことがある、まあ拳、はい、拳台の目玉っていうのも怖いですし、はい、目だまぶたが上下で開閉するっていうのはなんかちょっと爬虫類かなとかね。そうなんで、爬虫類のこととかもいろいろ調べたんです、すごくこの7年間で、はい、ええ、あのネットでね、ええ、だけどそのそういうタイプのエイリアンもいなかったし、うん、でそういうひょっとした病気の人じゃないかって友達に言われたんで、うん、それやったらあかんなと思って調べたんですけど、まあ、そういう病気もなくっていうか、あんな大きい頭であんな目になる病気ってちょっと聞いたことない、想像つかないですよね。普通に元気に歩いてたんですよ。まぶたが上下で開閉するっていうそんなないですよね病気でそんなんなるって聞いたことないのでね。で、うん、そのなんか最近こう、うん、あの知ったことでアリス症候群とかいう、ああはいありますね、はい、なんか見たものが大きくなったりちっちゃくなったり見える症状っていうか、うんうん、ありますね、それかなと思ったんですけど、友達も同じの見てるんで。そうですよね、あのね、違うなって思って。不思議のアリス症候群は、あの手が巨大化、はい、例えば横で歩いてる人の手が巨大化して見えたり、はいはい、そうですね、足が巨大化して見えたり、いろんな症候があるんですけど、でも2人で見てるってことはその見間違いってことではないですもんね。多分そうですね、うん、と思って。でその幽霊も見たことあるんですけど、あの透けてるので私いつも見るときに、だからそのおじいさんはもうすごく実体があったんです。あ、全く幽霊っぽくなくて、かなり強い幽霊とかですね、いやかなり強い妖怪とかは割と生身っぽく見えるんですよ。あ、そうなんですか。うん、あの弱い波動は弱い幽霊とかは薄に見えて、あ、でまあちょっと波動が強いというかエネルギーを強く持ってるやつはもうそこに人が生きとる人やろうと思うぐらいはっきり見えるんですよね。あ、ものすごくはっきり見えました。あ、でね、気になるのが、はい、まあ、ヌラリヒョンが出たって言われてる場所は、はい、秋田県、一応記録残ってるのは秋田県とですね、はい、あのまあ、伝承で岡山に残ってるんですよ。あ、で大阪にはねそういう記録はないんですよね。で、まあ、ヌラリヒョンは、まあ、まあこれ後に作られた設定という説が強いんですけど、うん、まあ、ヌラリクラリ人間の生活に忍び寄ってふらりと出歩くだけの妖怪っていうふうに言われてますから、いやまさに現代のヌラリヒョン伝説やなと思ってね。確かになんかあのふらふら歩いてるだけのような感じでした、ね、特に別に脅かすこともなく、そうです、なんかパフォーマンスすることもなくただ歩いてるだけじゃないですか。 なんか無視されたって感じですね。ええ、それで、あの黄昏時川垂時っていうのがあって、はい、あの妖怪は黄昏時川垂時に出るよっていうのがあるんですね、はい、でそれっていうのはあの夜明け前で日が昇る前と、うん、で日が沈む前に妖怪が出やすいところがあるんですよ、はい、うん、だからちょうどまだ日が暮れる前やったっていうところやから、ちゃんとそのなんだろう川垂時ね、黄昏時、そう、あのうっすらはしてなかったですね。だからそう、うん、だからあの妖怪はっきりと光が当たってるっていうか、妖怪の出現時間にちょうど合うんですよね。ああ、もうだからあと、うん、まあ、20分ぐらいしたら日が落ちるぐらいの時間帯だと思うんですけど、うん、そうなんですよ。その昼間と、はい、昼間と闇の、はい、昼の世界と夜の世界の間目に出てくるんですよ妖怪は。あ、だから、あ、大阪に妖怪がヌラリヒョンがおったんやなと思って、これはそう、なんか妖怪っぽいかなって、うん、私的には思うんですけどね。そうですよね、単なる人の幽霊とかじゃないですよね、はい、そうですね、それは違うと思います、うん、いやこれは貴重な体験ですよ。
これ尼崎の人も聞いてますしね、これ結構「いや俺も見たで」っていう意見が出てくるかもしれないので、はい。ね、なんかちょっと情報集めたいですよね。そうですね。いや、どうも今日はありがとうございました。なんか、いえ、はい。大変貴重な体験で。まはたちょっい。と今後ともアトラスラジオを応援してくださいね。はい。はい、どう楽もありしがみとうにごしざいてまます。す。すんません、どうもありがとうごはざいい、まあしりがた。とうござ失礼いしまます。す。ね、大阪の麦さんの、得体の知れないものを見たという、証言でした。目玉が、まぶたがですね、下から上から両方からまぶたが出てきて閉じる。で、鼻と口はちっちゃいんだけど、目だけ拳大ある。ちょっと本当謎の存在ですよね。で、まあデコッパチになっている。果たしてこれはヌラリヒョンだったのか、メロンヘッドだったのか、ちょっと謎が残るとこですね。まあこうやって妖怪はまだ我々のそばにいるのかもしれませんね。大変面白い、興味深いお話でした。はい。ですね、山口敏太郎事務所、メールでいろいろ妖怪談、幽霊談募集しております。TOKUSHIMA5566、徳島5566@yahoo.co.jp までお願いします。で、面白かったよっていう場合はですね、高評価をお願いします。コメントもぜひください。いろんなコメントが結構です。いただいて結構ですが、ちょっと勘違いしてるコメントは、いただけないので、勘違いするコメントとか、人を罵倒するコメントはやめていただければなと。そういうとこです。ですね、他にですね、あと、ツイッターで結構、皆さんいろんな情報を寄せてくれてますけど、できれば体験談はメールの方でください。老眼だからツイッター読みづらくなってますので、長文をぎっしりツイッターメッセージ送られると結構辛くなってきてますので、メールは拡大して読みますので、メールがありがたいかなと。53歳男子からのお願いです。そんなとこですね。アットマークビンタローでツイッターもやってます。で、相互フォローしてねということを呼びかけてください。そしたらもう喜んで相互フォローします。なかなか気がつかないんですけども、気がついたらね、次第、まあ、フォローいたしますので、ね、ぜひお願いします。はい。それから、やばい話、相変わらずリクエスト多いんですよね。ちょっとね、まあ、政治案件というのと、警察案件というのは、慎重に取り扱っています。不特定多数が聞く場所で行ってしまうとですね、あまりよろしくないことが起こりますので、とりあえず僕はサイバーアトランティアという限定メルマガ、読み手をある程度リサーチできる、追跡できる、限定メルマガでやっています。そうしないと、ちょっと事務所の安全とかですね、僕の家族や僕の安全を確保できないので、山口敏太郎のサイバーアトランティアで陰謀論をやっておりますので、そちらの方をご覧になってください。はい。で、あと、ムックが出ます。都市伝説ムックが出ますので、これまた決まり次第、ご連絡いたしたいと思います。で、ダークウェブという DVD も好評です。皆さん、見てくださいね。はい。こんな感じで。まあね、やっぱり、妖怪研究家としてはね、多くの人が、妖怪を見てくれてるっていうのはありがたいですね。結構みんなね、幽霊はいるけど妖怪いないっしょっていう人が多いので、それは大きな間違いだぞっていうことは言っときたいですね。妖怪いるしっていうふうにもう早くこうね、主張したいなと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。ですね、まあ
あのアトラスラジオこういうふうに頑張っておりますけども、あの今後とも皆さんの応援で成り立っている番組ですので、よろしくお願いいたします。はい、オカルト好きの友達とか友人がいたらぜひ進めてください。もうすぐ4万人、まあこれが放送される頃にはもう4万人リーチがかかってるんじゃないかなと思っておりますので、リーチがかかったらまあ嬉しいかなといった感じですよね。それまで頑張ろうと。で年内6万人というというね、4万人を突破したら、6万人ということを目指して頑張っていきますので、皆さんぜひ今後ともよろしくお願いいたします。オカルトはエンタメだ。お耳の恋人、お耳の親友、ワンコのトータン、横できなごが起きてきました。またセールスの人が自宅に来てピンポン鳴らしたために寝かしつけていたきなこがまた起きてきてラジオに強制参加しました。ちょっと尻尾振ってる場合じゃないでしょう。まあきなこの乱入はご愛嬌ということで許してください。はい、山口敏太郎でした。それでは次回のアトラスラジオでお会いしましょう。